勝野が立ち上がりをご覧いただきます。まず岡島をショートゴロ、さっきのソフトバンク戦で、はい、初回に必ず出演していた投手陣だったんですよね、はい、それをこの野上が三者凡退にしたっていうのは、いいスタートを切ったなってい う印象を受けましたよ。一方の田中、まず立ち上がりにフェルマンがライト前にヒットを打ちます。かつてのチームメイトだった渡辺がレフト線にツーベースヒットを打つ、最高の形を作ったわけですよね。ノーアウト三塁二塁、3番栗山、でもやっぱりこの後のね、はい、低めでゴロを打たせたっていう、これが僕は全てのような気がするんですよね、はい、早くもギアチェンジをして浅村を見逃しの三振、この秋山のいい当たりを藤田のファインプレー、これもねやっぱり、初回失点しなかった大きな、一つの、要因ですけども、なんでこんなにいいプレーが出るのかなって言って、やっぱりテンポリズムですよ ね。2回の表楽天は2アウト満塁のチャンスを使いますが、ここは野上がナイスピッチングで島内を三振に抑えました。そして4回も2アウト2塁1塁のチャンス、島の当たりはセンターフライ、まあ、淡々とね、はい、こう気負うことなく投げてましたね、そしてこれは4回の裏、ここはピンチを逃れたシーンです。大崎はセーフティーバントを試みたんですが、そうなんですよね、これもさっとしたら、まあ、別にマイナスじゃないと思うんですが、はい、そして6回楽天は先頭の銀次がセンター前のヒット、5番のマギーがライト線のタイムリーツーベースヒットを打ちます。これで均衡を破って1対0としました。ベンチで田中投手もガッツポーズを取りました。反撃の西武は6回の裏ツーアウト2塁で4番の浅村が前に持っていきました、まあ、この辺はね、はい、ライオンズの意地を見ましたよね。そうですね、すかさず1対1の同点に追いつきました。7回の表野上、ここもピンチでしたが、この島内のバントが杉谷の見事な処理で併殺に抑えました、まあ、こういうところで流れがガラッと変わるんですが、はい、ただ相手が田中ということでね、8回の表銀次が野上の投じた100球目を均衡を破りました。4号のソロホームラン、2対1とリードします。なおワンアウトランナー1塁、増田の2塁打が出ます。まあ、銀次にホームランを打たれたところで、はい、少しね野上の肩が落ちましたね。そうですね、ここで野上は降板、114球被安打10でした。代わった大石に対して松井が犠牲フライを打ちます。まあ、強烈な当たりでね、はい、まあ、犠牲フライで1点で済んだんですけども、抜けてもおかしくない当たりでしたよね。そうでしたね、これで3対1。これは8回の裏ノーアウト1塁の場面でまずヘルマンを三振、栗山をファーストゴロに抑えました。結局田中投手は8回で降板、被安打5、奪三振10でした。最後はソッパーのラズナーの登板、大崎をセカンドゴロに打ち取り、これで3対1、東北楽天ゴールデンイーグルスが3対1で埼玉西武ライオンズを破りました。